さもうサス好きで、あとはもうちょっとオールド感を出すっていうので、まあ、グライドフォーク、ドラム前後ドラムブレーキでっていうところでの最初オーダーだったんですよね。でまあそのお店とかにももちろん飾ってもらったりとかもするんで、やっぱ雰囲気重視で、うん、なんかこういかにもこう新品部品をつけたとかではなくて、もう中身だけ新品にして、あとはもう外見はもうその入庫したまんまちょっと磨くぐらいなレベルで、で仕上げていったような感じですね。まあでも一番はもうペイントになるんじゃないかなとは思いますね。まあでも一応そのエンジンはショベルヘッドにはなるんですけど、その足回りとかはもちろんそのリアもそのラウンドのスイングアームつけたりとか、フロント周りも本当ドラムブレーキっていうところで、でタンクもパンの純正タンク使ったりですね。でリアはまあちょっとクレイジーフランクですね、まあリプロではあるんですけど、まあ、古いヴィンテージとかではないんですけど、クレイジーフランクっていうところで、で、まあ、随所随所こう、まあ、オーナーさんとのこだわりも入った上で、でペイントのカラーリングとかのも、まあ、そのオーナーさんから、要は色合いはもうタンクとリアはもうアシンメトリーというか反対にするっていうような感じで、あのそれを、まあ、ペインターの403に伝えて仕上げてもらったような感じです。エンジンが、どうですかね、まあ普通に単造の S&S のピストンで、まあ、ちょっと圧縮上げたりとか、で株周りとかっていう、ちょっと、まあ、普通の 1340cc よりもパワーが出る、結構乗る方なん で飛ばすときは飛ばしたいっていうのもあったので、そういったセットアップにはしてます。そうですね、やっぱちょっと注文、まあ受注というか、そのショベルが欲しいというお客さんもいたっていうのもあったりとか、あとはあのちょっと輸入関係を強く、あの車両の輸入っていうのに力を入れたので、その分、まあ、必然的にちょっと増えてきたような感じですね。